本当なんですか、カトリーヌさん。本当にあなたが兄さんを。ああ、そうだ。これから石膏に出るってやつにする話じゃなかったかな。いえ、僕が尋ねた話ですから。私は自分の信じる者のためにあいつを死なせることを選んだんだ。どうしても許せないなら向かってこい。あんたを受け止めてやる覚悟ならある。きっと僕にはあなたを責める資格なんてないんだと思います。信じる者のために大事な人を裏切って死に追いやったのは僕も同じですから。そうか、だったら私は何も言わん。行くんだ。任務に私情は挟むなよ。分かっています。遅かったな。今都合のつくやつはこれで全部か。悪い知らせだ。帝国が兵を動かしたらしい。先行したアッシュの部隊が包囲されてる。帝国軍が？参ったわね。私たちの動きが漏れてたってこと？多分な。アッシュがドジを踏んだか、あるいは患者でも潜んでたんだろう。だが偵察部隊を潰すだけにしてはちょっと敵の数が多い気もするんだよな。それで話してたんだ。本体を牽制する他にも狙いがあるんじゃないかってな。敵の狙いはアッシュじゃないの？彼を襲う理由はわからないけど、今の状況からはそうとしか考えられないわよね。ああ、そういうこった。敵部隊の中にはガスパール家の旗を掲げている連中の姿もあったらしい。ガスパール家は確かアッシュの実家、ロナートの家だったわよね。ああ、今は当主のロナートが死んで事実上取り潰されたような状態だがな。ガスパール家の残党の中にアッシュを恨んでる連中がいても不思議じゃない。清廉潔白で高潔な騎士様も別の立場から見れば憎むべき大悪党ってことさ。ユーリス、敵の陣容についての詳細は不明だが、おそらく名のある将はいないだろう。作戦は単純。俺たち3人でアッシュを回収し迅速に戦場を離れる、それだけだ。私は騎士団の奴らに用意を整えるよう指示してくる。あんたらも出撃の用意を進めてな。ちんたらしてる暇はないぞ。ガスパール家の残党か。アッシュは戦いにくいわよね。誰かに憎まれる覚悟がないなら人殺しの家業なんてやめちまえって話さ。生きてりゃ互いの利害がぶつかることの一度や二度あって当然だしよ。ま、アッシュは心配だが自分から命を投げ打つようなバカはやらないだろう。ギフを殺してまで貫いた正義が簡単に揺らいじまうとは思えねえしな。信頼してるのね。俺様は近しい生まれのやつにはついつい肩入れしちまう性格なのさ。さて、作戦開始といきますか。
ちょっとばかり協力して。タイロもか。それじゃ動くとするか。確保しておきたいが、先にアッシュのやつを迎えに行かねえとな。この状況じゃあいつも戦いに行かねえわ。私たちで包囲を解いてやるぞ。それじゃ動くとするか。私に任せといて。よっ、血がたぎるね。そんなに死にてえのかよ。これでも食らえ。作戦開始といきますか。と少し休んでね。まずいな、このままじゃ。やめるな。この子など入手しなければルナート様の命を落とさなかっただろうね。見知った顔ばかりだ。ロナート様の裏、私に任せといて。裏切った僕を恨んでいるんだろうな。しまった。どうせけ、みんな身を守ってください。死ねえぞ。あいつが大事にしてたのもうなずける。アッシュ、あんたは無事に連れて帰る。まだ死ぬんじゃないぞ。作戦開始といきますと。私の出番。カトリーヌさんの声。僕は何をやっているんだろう。まとめて叩き切る。あれ？後悔させてやる。雑魚が。みんな来てくれてありがとう。足を引っ張っちゃってごめんね。最善を尽くすんだ。協力すれば。私に任せといて。こっちは通さねえってば。ここは敵の誘導に従うしかなさそうだ。だってでもやられるだけだ。罠に飛び込んで壊してやればいいさ。それじゃ動くとするか。あ、少し休んでて。あの時もしも僕が共に戦っていたら、ロナートが死なずに済んだのかな。必ず攻め落とすわ。私に任せといて。このデータの取り出で私を止められるって、なめられたもんだ。全員ぶっ倒。これはまた予想通りの展開だ。とっとと敵をぶっ倒して進むぞ。
私に任せといて。恩知らずよ貧民め、ロナート様も貴様を恨んでいるだろうよ。中心でやるのは恩返しなのか。自分の人生は自分のもんだろうが。アッシュ、お前は正義をなしたんだ。その信念後になって曲げるんじゃねえ。正義、ありがたいね。僕のやりますよ正義は。私の出番。最善を尽くすんだ。協力すればきっと。私に任せといて。貴様、やめなさい。任せて。でも僕は僕の正義に戻る行いをしたつもりはありません。よし進むぞ。と言いたいが、こっちは。それじゃ動くとするか。通れなさそうだ。別を当たるぞ。こっちもこっちで敵が多い。ここは任せて。ここを突っ切らなきゃいけないのね。他に道がないなら行くしかないだろ。アッシュ、ちゃんとついてこいよ。はい。ロナート様ならきっと僕に自分の正義を貫けとおっしゃるはずだ。やっとやる気を出しやがったな。俺様には遠く及ばねえが、いい顔になった。最善を尽くすんだ。人暴れするか。邪魔するな。うわ、出番ですね。頼んだよユルス。ここはお前を頼るとするか。全力で君を助ける。終わりだ。よ、最善を尽くすんだ。血がたぎるね。この程度の色で私を止められるって舐められたもんだ。準備はいい？やってやるさ。終わりだ。まだよし、これで退路は確保できたぞ。あとは全員で向かうだけだ。もうどんな声も気にするもんか。僕は僕の選んだ道を進むだけだ。援護するわ。最善を尽くすんだ。さっ、どうしよう。少し休んでて。せい、余計に働いちまった。この働きはさすがに報酬外だよな。気を抜きすぎるよね。私は罠にはめた指揮官がまだ残ってるはずさ。
どうやらガスパール寮の方々は失敗してしまったようですね。ガスパールとの残党を焚きつけたのはあいつだな。ぶっ飛ばしてやる。手を貸してくれ。準備はいい？やってやるさ。終わりだ。私は知らない商人だというのに困ったものですね。まだだ。うん、あなたがかの有名な使われていれば金になりそうですね。コッパ商人が誰に口を聞いていやがる。俺様を捕らえようなんて千年早いぜ。最善を尽くす。ちょっと私の出番。そこ背中任せていい。まとめて叩き切る。ほら二人で決めちゃうわよ。あなたたちの負けよ。武器まで売って差し上げたのに彼らと来たら役に立ちませんでしたね。血が足りないね。これぜわりだ。これが私の生き方だ。すごいわね。少し休んでて。よっ、僕が出るよ。借りは返せよ。頼んだよユリス。ここはお前を頼るとするか。全力で君を助ける。終わりだ。やはりそううまくはいきませんでしたね。終わったな。帰ろうぜ、アッシュ。うん、ありがとう、みんな。ま、今は成長を喜んでおくか。これもレア様のためだからね。戦ってりゃ嫌でも鍛えられるからね。こんな才能があったとは嬉しいね。ここまで引けばもう安全そうね。散々な目にあったわ。まったくだ、あのコッパ商人。ガスパール家の残党を焚きつけやがって。はあ、もらってる報酬以上に働いちまった。後でディミトリのやつに請求しとかねえとな。ユーリス、あまり陛下を困らせないでよ。なんだよ、ちょっと吹っ切れたからって騎士みたいなこと言いやがって。いや、これでも一応騎士だからね。ガスパール家の人たちと戦った時は騎士になんて向いてないとも思ったけど。毎日毎日これだけ人を殺してるんだ。お前も誰かの恨みを買って当たり前だろ。うん、改めて思い知ったよ。だけど僕はもう迷わないことにする。昔ロナート様に言われたんだ。お前はお前の正義を貫けって。だから僕は僕が信じる正義を、自分で選んだ道を振り向かずに進むよ。
正義とか悪とかそういうのは私には正直よくわからない。ただ今のあなたの顔を見てると精一杯応援しようって気になるわ。ありがとう。それからそのカトリーヌさんもどうもありがとうございました。気にすんなって。窮地の味方を助けるのは当然のことだ。それにあんたを死なせちまったらクリストフのやつにも申し訳が立たないしな。その今さらで悪いんだけど、カトリーヌとロナートはどういう関係だったの？私はな、あいつの息子、つまりはアッシュの義理の兄貴を死なせたのさ。それに対してロナートは私に言われのない罪を着せ、私は故郷に戻れなくなったけど、ある意味感謝もしてるよ。それがレア様の元に行く機会になったんだ。あんたのレア様好きは本物ですよね。そこまで行くと俺も尊敬しちまうっつうか。私じゃなくてレア様を尊敬してくれよ。本当に素晴らしいお方なんだ。いろいろな事情が絡み合ってそうね。そりゃあるさ。過去は消せないんだ。どんな奴だって同じ。あんたもアッシュもユーリスも互いにいろいろな事情を抱えてる。さて、それじゃあそろそろ帰ろうか。みんなが帰りを待ってるだろうから。ああ、早く帰って報告を済ませよう。この後は王国の方でガスパール家の処遇も決めなきゃならないだろうしね。そうですね。ガスパール領の人たちが少しでも平和に暮らしていけるように、僕も自分にできることを精一杯頑張っていこうと思います。頑張るのはほどほどにしておいてくれよ。お前が頑張るといろいろめんどくさい。何を言ってるのさユーリス、だいたい君はいつも。どうしたのカトリーヌ？いや別に、少しばかり昔の私とあいつを思い出しただけだ。